はい、どうみさん、こんにちは。とりあえず今日、3月2日のね、木曜日なんでございますが、俺最後に動画出したのいつだっけ？まあ、多分ね、2月の25には俺動画出したと思うんですけど、まあ、一応ね、今週、てか今日がね、まあ、川崎開催の最終日で、火曜日がね、確か JR レコーディングの試合とかあってね、まあ、ちょっと月、火、水、で、昨日はね、ちょっと俺が用事あってね、動画全く出して、ちょっと申し訳ございませんでした。まあ、一応ね、買った馬券とか払い戻しのね、馬券の動画くらいはね、まあ、ちょっと撮れたのは、出したはずだとは思うんですけど、出したっけ？ 出した記憶かねえな。まあ、俺はね、基本的に毎日投稿をね、歌ってる人間ではないので、ちょっとその辺はね、ご理解お願いしたいと思いますが、出したよね、払い戻しの動画1本か2本くらいは。多分ね、買った馬券の方はね、動画取り損ねちゃって出してないと思うんですけど。あ、一回だけ出してますね。遊び馬券の紹介は出したのか。ってことは、残り払い戻しの馬券のやつまだ動画出してないんで、それ出して、で、銀ちゃんのね、払い戻しのやつも俺まだ出してないみたいなんで、それもね、ちょっと、出したいと思います。で、一応ね、まあ、何歳かな。まあ、最近ね、またちょこちょこね、カードショップ行って、まあ、やっぱりね、俺のジョーカーズのデッキって、いまだにね、不足カードがね、ちらほらたらほらあるんですよ。正直言うと。今使ってるデッキだと、まあ、これね、一回ね、どっかの、なんつうの、公認大会じゃない、普通のね、どっかのカードショップが企画してるやつ、まあ、ちょっと知り合いと一緒にいたんですけど、まあ、俺の方はね、結構人数いたのかな？なんかね、結構その日、まあ一応、24日の土曜日、まあ、大井競馬があった日に行ったんですけど、まあ、24日ってこともあって土曜日だったんですけど、まあ、結構いてね、40数人いたんですよ。まあ、その中でも俺、ギリチョン3回戦で負けちゃったんで、まあ、ちょっとね、この今使ってるジョーカーズのデッキで。なので、ちょっとね、このジョーカーズのデッキね、ちょっと改良したいなと思って、またね、カードショップ行ってね、あとね、川崎のね、フルコンプあるんですよ。で、そこにね、なんだっけな、なんかのね、ビルヘルムかな？1枚3万円するプロモがあったんですけど、それがね、売り切れてたんで、まあ、ちょっとね、ついでにオリパも回したんですよ。300円のオリパ16回。で、当たり一覧がね、正直今までのフルコンプのオリパって、まあ、一応店内撮影、なんでね、撮影もしないんですけど、今までのそのフルコンプのオリパってね、カードが1枚ずつ並んでて、結構ね、当たりが見やすかったんですけど、今回のはね、そもそも当たりがちょっとね、見にくい感じで、今まではね、大体その、外れだったら2枚、で、当たりだったら1枚入りのね、オリパが多かったんですよ。フルコンプに関しては。で、ちょっと俺今ね、スターホースポケットやりながら動画撮ってるんで、ちょっとごめんなさいね。今、ちょうど11時半の WBCT、ちょっとできますんで、ちょっと見ながら行きます。で、だったんでね、ちょっとね、何がね、当たりかどうか俺もわかんないんで、まあ、ちょっとね、完全にね、簡単に今回はね、ちょっと紹介したいと思います。まずね、ガチャガチャの方で出た、カードとしては、そんなにいいのは出なかったんですよね。あ、やべ、カード落とした。あ、最悪、落とした。あ、うざ。あ、いて、腰いて。まあ、ちなみにね、まあ、メルカリとかのね、レートだと、まあ、完全に安かったんで、ちょっとね、楽天とかのね、レートもちょっと今回使って調べちゃったんで、まあ、多分ね、だいぶ損はしてると思うんですけど、まあ一応楽天とかのレートも合わせると、まあ3100円ぐらいだったのかな。まあだから3分、まあ一応確かに3分のね、1か2で当たりっては書いてあったんで、まあまあまあかなと思ったんですよ。今そのガチャがあるかどうかわかんないんで、面白いんですけど。で、一応ね、当たりとして出たのが、あと自然の出来事だっけ？これか。一応ね、完全の当たりとして、ね、出たのがこれぐらいですかね。多分これぐらいかな。まずね、スペリオールシルキード、これがね、一応店頭価格だとね、ちょっとね、これの日かノーマルが出ちゃったか、ちょっとどっちか覚えてないんですよね、俺。どっかにメモった紙あった、あ、これかな。あ、これだ、一応ね、当たったのがね、一応こんな感じなんですよ。当たったのが、まあ、星の導きと、あ、紙切れた。星の導きに、ヘビーベビー、ちょっと字違いすいません、ごめんなさい。で、シルキードがノーマルか。あ、これとか、あれか、前回のオリパ、あのバッ、パックで買ったやつか。シルキードなんでこっちですね。
で、あと、ブラックサイコがね、2枚出て、5000GB のね、こっちが出たんですよ。ゴールデンベストバッカーの方。で、外務省とね、肉汁ブッシュが出たんですけど、まあ、多分そんなにね、値段つくやつが多くなかったんですよ。その他にもね、まあまあ、カードは出てたんですけど、もう全部ね、デッキの方に入れちゃったんで、申し訳ないです。まあ、このね、スペリオルシルキーとかね、一応ね、これ、店頭価格だったんですけど、790円だったんですよ、店の価格が。結構ね、シルキードって今人気あるんですかね。いつだっけ？一応今月のね、10、あ、そうだ、もう3月になってカレンダー変えようか。3月の11とか18になるのかな、ちょっといつかは俺覚えてないんで申し訳ないですけど、まあ多分デュエマとかは土日の発売が多いのかな、ちょっと申し訳ないんですけど、多分ね、今月になって、まあ新しいね、パックが、月末の31日に出るんですよね、ジョットガンジェラゴンの新しいやつが。それプラス、なんかね、スターターデッキみたいなのが2つ出るんですよね、デュエマのやつ。まあだから今、自然文明の方がね、人気あるのかな、確か呪文とクリーチャーが一体したやつが出るっていうふうに、俺もちょっといろんな人の動画見てたら知ってたんで。まあ、ちょっと今ね、新しいね、自然のデッキも作ったりしてたんでね、まあ、ちょっとありがたいですね。で、まあ、5000GT はでもね、あんまりいらないっすかね。うわ、勝った！やったー！ やべえ！今普通にデュエマの動画撮ってたのに、ちょっと待ってくださいね。一応ね、うちの厩舎ってね、まあ、結構ね、スターホースポケットでいろんな人のね、フレンドで参加させてもらってるんですけど、うちの子、いかんせん走らないんすよ。多分ね、うちの子で賞金トップが唯一で出たのよね。なんだっけ。なんとかクリギ、オバナクリギか。あの虹枠の子がちょっとね、走らなくなっちゃったりしたんですけど、5万枚出たんですよ、賞金。うっと。一応ね、一応これちょっと関係ないでほしいんですけど、今ちょうどね、11時半 WBC 出させたら、勝ちましたね。しかもマイル戦。やった。これで2000枚か。ラッキー。まあ、それは置いといて。これちょっと後でね、この子は別に紹介しましょうかね。スターホースポケットは別枠で。そして、まあ一応ね、最近ね、なんていうんだっけ、ビートジョッキーがね、ちょっと人気ないんですよね。バッドブランドが第2弾出ていこうね。あんまりね、有力カードっていうのは出てないんですよね。まあだからこの、なんていうの、まあヘビーベビーもね、まあ一応、そんなに価値はないんですね。で、またまあ 5000GT。まあでも、まあ、ボチソースのデッキなんで、絶対に欠かせないデッキ。で、まあ、肉汁物資は、これ初めて見たんですよね、ジョーカーズ。RP04 なんで、裁きだから、あっちか。デスダークじゃない方だから、俺まだ持ってないのかな。ちょっと持ってたかどうかわかんない、申し訳ないですけど。これでもいいですよね。コストを支払うからに、クリーチャー1体とシールドと手札1枚山札にしのいたら召喚してもいいと。まあ、だから言い方変えると、1ターン目に、外れポンの助召喚したら、もうそのままこいつ召喚できるんでね。しかも、召喚なんで、マナ踏み倒した場合の効果は発動できるんですけど、洗脳洗脳はね、これは、除外されない、効果は対象にならないでいいですね。肉汁物資は。あー、これ見せたらチャーシュー食いたくなってきたな。ステーキ食いたいな。でも、まあ、一応ね、最後、ドエーユ外務省。これね、あんまり安く、高くないんですよね。まあ、多分、プロモだと、1枚で多分、700、800円ところだと思うんですよね。だから、もう今回そんなにね、まあ、楽天のレートで調べたんで、申し訳ないんですけど、まあ、ちょっとね、外れております。でね、まあ、あとね、ブックオフとフルコンポで、もうちょっとね、いいカードとかにしたらね、シングルカード買おうかなと思ってたんですよ。まあ、一応俺、なんだっけ、まあ、俺が公認してるのはね、プロモで、ジョーカーズのデッキね、まあ、プロモとかだね、ジョットジョガンジョラゴンとか、どれだっけ、これか、よいしょ、あれ。一応ね、これと、これと、あと、ジョリーズ・ジョニーのフィニッチ、ナッシングゼロ、こっちはトランジョラゴンこっちナッシングゼロ。ヘリコプターか。まあ一応こんな風にね、ジョーカーズってね、結構今のところね、プロモも多々ほらあるんですよね、正直。だからそれでね、デッキも組んでみたいなと思うんですけど、未だに足りないんですよね。まあで、一応ブックオフ見てみたらね、あるやつはあるけど、やっぱりないやつはね、ないって感じなんですよね。で、これね、正直今までのデッキだとね、俺のデッキってこの破壊秘伝ナッシングゼロ。まあこれ1枚しか入ってなかったんですよ。で、ヤフオクでね、いいのあるかなと思って値段調べてたら、ちょうどね、これ出てたんですよ、ナッシングゼロが。どこだっけな。じゃ今ヤフオクで売ってんのだと、普通のね、
プロモ、あの、コロコロのプロモじゃない、このカードじゃないやつで300円。で、400円、1枚400円と2枚で1500円ってのがあって、まあ、後に、つい最近落ちたので1枚200円とか300円だったんですけど、あれ、スリーブどこ行ったっけ？あ、やべ、なくした。あったあったあった。一応ね、レシートはこちらになるんですけど、一応ね、今回ね、あの、ポイントね、めんどくさいんで安かったんで使っちゃったんですよね。破壊秘伝ナッシングゼロ。300円からね、まさかの2割引きだったんですよ、こちら。だからまあ実質240円でね、買えたんで、ちょっと1枚買っちゃったんですよね。まあ本当はもうちょっとあったらね、あと3枚くらいはね、積みたかったんですけど。やっぱりね、まだね、売ってないんですよね。あの、フルコンプにもね、このナッシングゼロってね、あんまり在庫ないんですよね。あとあれか、ゼロの裏技にやりゲットも。ちょっとね、今ね、まあ、横浜とかね、東京の方にもね、一回行っときたいかなと思いますね。で、確か新宿の方、ビーランドポッチでもイベントがあるはずなんで、3月入ると。明日からだっけな、ちょっとまだか、あ、多分明日からか。川崎開催終わり次第、俺多分すぐにイベントありますよって告知出したんで。多分、明日、明後日でね、ポッチのイベントあるんで。まあ、行けたらね、ちょっと2日間しかないですけど、行きたいっすね。で、この子は多分 WBCT 負けんな。ドベにはなんだよ。ドベにはならず、3着で5輪。よし、偉い。よし、偉い、ひどいか。なんでね、まあ、ちょっとね、一応ね、デッキ組めたらね、組みたいかなと思いますね。まあ、一応今回スペリ、あの、スペリオルシルキードがね、プロモで、あ、プロモじゃねえや、普通のやつで、ね、出てくれたんで、ちょっとね、自然のやつのね、デッキ強化が、できるようになったんでね、まあ、一応それもね、そのうち紹介したいかなと思いますね。で、一応ね、ずっとね、紹介できてなかった、カードじゃねえ、模型の方もね、新品引き取ってきたりね、中古、買ったのがね、あるんで、ちょっとね、ご紹介したいかなと思いますね。まあ、ちょっと中古に関してはね、ライトがつかなかったけど、値段がね、安いからっていう理由でね、買ったんで、まあ、ちょっとね、ご紹介、この後の動画でね、したいと思います。はい。というわけでね、またね、オリバとかでね、いらないカード出てきたらね、次はね、視聴者プレゼントの方にね、回したいなとはね、思いますんでね、まあ、ちょっと、ご期待は、しないでほしいけど、お待ちください。というわけでね、この後の、模型紹介の動画をお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。